俺の看板 LWF。はい、どうも、スコリです。今回は、とあるそのコラボ要素っていうのが匂わされているみたいなので、それについてまとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、とかで話していくわけなんですけれど、それがまあ、公式のその、こういうことディスコードがあるでしょう。そちらにて、まあ、発表されていた要素、発表とか、イベントをいろいろね、やってるんですが、そこでわかるイベント要素なんですよね。まあ、こんな感じでキャンペーン画像がありまして、まあ、次来るそのコラボレーションを予想しろっていう、そんな感じのイベントなんですよ。すごいなんか匂わせをしてきたなっていうふうに、まあ、今回思いましてですね。はい。期間の方が、まあ、今月の9日から23日までっていうふうに、これなってます。で、その内容なんですけれど、まあ、実際そのフォームがあってですね、専用に答えるところっていうのが、そこにですね、その、このコラボが来るってことを書けっていうふうな感じなんですよね。で、次回来るコラボレーション、どれか予想してって書いてるんですが、初回コラボのみが対象ですっていうふうになってるんですよ。つまり、次来るコラボレーションの方は、まあ、新規のコラボレーションになるってことがまずわかるわけなんですよ。で、期間の方は9日から23日までっていうふうになっているわけで、まあ、金券の報酬とかもあるそうなんですが、これね、当選発表の方が23日以降に抽選の方を行いますっていうふうに、これなってるんですよね。まあでも9日からさ、23日までっていう風に決めていてさ、23以降に抽選って言われても、まあそんななんか、来月の末ぐらいにようやく配りますとか、そういうことにならないと思いますんで、これ直近でさ、新規タイトルとのコラボレーションが来るっていう、そういうことなんじゃないっていう風に思ってですね。はい。まあ来るからこそ、まあ期間がそんな感じになっていて、まあ23日以降のどっかですでにそのコラボレーションが判明して、まあ抽選、当選発表ができるっていう風に感じになると思うんで、これ直近のまたコラボレーション来るってことがわかるわけなんですよね。そんな感じで今回匂わされているっていう、まあ、新規タイトルとのコラボレーション、まあ、やるとしたらまあ5月の半ば、5月末とか6月の頭とか、まあ、そこら辺になるとは思うんですが、大体まあまたコラボレーション来るってことが、そして新規とのコラボレーションが来るってことが分かるという風になってますね。まあ、このタイミングでコラボ持ってくるとしてもどうでしょうね、皆さんね。正直まあ時期としては微妙なんで、微妙なタイトルってのが来る可能性ってのは大いにあるんじゃないかなっていう、それは思います。まあ、ちょうどね、皆さんがあまりログインしないタイミングからですね、これがまた梅雨とかに入るとね、ログイン人数も変わってくるんですが、まあ、ゴールデンウィーク開けてのしばらくはログインする人忙しいんで減りますからね。まあ、どういうタイトルが来るか楽しみですね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問質問にお答えしようかなというふうに思います。で、まずこちらですね、シェアカードもないのだらすぎると、まあ、今回ねシェアカードもないし、まあ、得点も薄いしさ、まあ、正直ゴールデンウィークのガチャ、まあなんか試行回数減ってますよね。1万円で回せる、はい、固定価格で回せる試行回数ってのは減っていて、まあ、試行回数を減らすことによってうまくその多く課金してもらおうみたいなね方法をやってると思います。まあ、コアコードをね、新規の流入っていうのが非常にまあ見込みづらい感じの状況になってますんで、すべてその客単を上げることによって、まあ、売り上げ維持したりとか、売り上げの方を上げていこうって感じでしていると思うんですが、まあ、それでね、上がったら苦労しないっすよね、正直なところ。正直なところ、それで、まあ、その客単上がったら苦労しないんすよ、どんな商売も。まあ、客単を上げるには、結構ね、いろんな準備をね、長い期間やってからようやくできることなんで、この方法ではね、まあ、いくらその小手先でいろんなね、工夫をやろうが、まあ、正直ね、難しいっていう。まあ、それで上がったら苦労しないよね、みたいなね。そんな感じにね、まあ、なっているっていう具合なんですよね。はい。まあ、いろんなね、要素で夢中になってもらって、まあ、このサービスってのはいいものやっていう風に認識されてから、まあ、こういうことをね、徐々にやっていけば、その時にね、初めて、まあ、うまくいくか、うまくいかないかぐらいかなっていう風なやり方が、まあ、客単を上げるっていう方法であって、突発的にね、パンと上げてね、上がったらね、まあ、それは苦労せんし、うまくいくわけもないっていう。で、実際今回うまくいってないから、不満しか出てないっていうね、まあ、課金戦でいいかなっていう選択肢も取る人がね、多くなっていて、あ、こうやってね、客単が上がったから、じゃあ多く課金しようっていう風に思う人、どれだけいたのかっていう、普段多く課金する人でも正直めんどくせえっていう、そういうリプの方が自分ツイッターの方に多く来ていて、めんどくささしかないんですよ、正直。コンプリートをやめる理由ができても課金する理由ができないっていうね、今回のこの方法。まあ、正直ね、下手くそが運用してるそんな感じのサービスなんやなっていうのが、まあ、今回で改めて分かったっていうね、そんな感じですよ。まあ、そこら辺のね、不満だったりとか、まあ、サービスの良化を目的としたアンケートっていうのを、まあ、ユーザーのそのメールに送ってしていること、コアコードの上多いと思います。でもメールから特にその分析できるレベルのね、その情報ってのは出ないんで、あの方式やったら。だって、タクが4つあって、どれですかみたいな感じでしょ、毎回アンケート。まあ、タクが多い時もあるけど、タク4つで選ぶんだったらさ、正直、メールでアンケートなんか取る必要なんかなくて、ツイッターでアンケート取ればいいんですよ。公式のなんかツイートの、適当なツイートのリプとかに毎回アンケートを付随させて、そこからそのアンケート取った方が、その正常なアンケート結果得られますよ。だってメールの方でアンケート取っても、メールのアンケートわざわざ開いて、アンケート答えようって人は、だからこのゲームに対して肯定的な人しかしないんで、そういうこと。否定的な人はそういうの、
見ないし、回答もしないから、結局ね、メールでね、アンケートを取るっていう方法、あと結構そのユーザーを囲って、実際どうですかっていうアンケートをよく取ってると思いますが、あれ全部さ、肯定的なその票しか集まらないような方式でやってるんですよ。まあ、自己保身のためのアンケートの取り方みたいな、そんな感じの方法で、それでその純粋なデータは集まらないんで、純粋なデータが欲しいんだったら、もうちょっとその、パブリックな場所でアンケートを取るべきかなっていうふうに、まあ、僕は思いますね。現状の方法は、自分らのその、計画を成功させたいがためのアンケート、そういう情報の集め方であって、純粋なその情報が集まらないような、自分たちの方式が否定されないような方式で、僕はこういうところでアンケートを取っていることが多いんで、そうなったら結局偏った意見しか来ないし、間違った改変だったりとか、あとはこういうガチャを実装するタイミングで、ガチャを実装する前にですね、いろんな分析をするってことはできないんで、まあアンケートの取り方っていうのも工夫した方がいいですね。メールで取ったところで、絶対にその肯定的な意見しか来ないんで、それはまあその情報収集したりとか、指標をね、集めるというところでは、まあ間違った方法ですよね。はい。まあゲームのユーザーっていうのは絶対にそのゲームに対して否定的な意見を述べることが多いです。どんなにいいゲームでも、まあ、不満っていうのを言われるんで、まあ、ユーザーはその文句を言うもんだっていう風に公約を読めば言い訳している節があると思います。まあもちろんその素晴らしいゲームの場合っていうのは、そういうある程度その否定的な意見っていうのはまあ無視していいと思います。正直な話。まあ例えばポケモンとかね、ポケモンあんないいゲームで、あんな不具合の少ないゲームなのに、その不満言うみたいな意見っていうのは多かったりします。まああの手のゲームは正直無視していいです。セーブデータが消えるっていう不具合以外は全部無視していいと思います、ね。ですけれど、このゲームには言われる理由があるんで、ユーザーはその不満を言うもんだっていう言い訳はこのゲームに対しては正直できないですね。不満を言われるだけの理由がある。そっちの方が、まあ、比率としては大きなゲームなんで、うん、まあ、そこら辺考え直した方がいいかなっていう。ユーザーは不満を言うもんだっていう言い訳を用いて逃げ回ってる感は正直こういうコードの上否めないのかなっていうふうに思います。で、次ですね。確かに電動車は適当に通常行っても絶対待機場の展示台に電動車あるし、特にすごいとかないよね。課金スキンってやっぱりレア度とか周りからの評価って大事だと思うと。そうですね。はい。まあレア度もそうですし。まあこのゲームではなんだかんだ持ってる人はどんなスキンも増えちゃうんで、どちらかというと課金よりは入手が難しい装備ってのを俺は増やした方がいいんじゃないかなっていう。そっちの方が、まあそのエピックな感じね。ユニークな感じ珍しいなっていう。お、すごいなって感じは出ると思いますからね。課金装備はもう正直、どんだけ高いところで、いいなっていう風にはならないからね。だけどまあ例えば入手が難しいね、コアニュカリマントとか、やっぱりそのなんだかんだもてはやされるわけじゃないですか。そういう装備をね、俺は増やした方がいいという風に思われやすいのかなっていう。まあこれは思いますね。でそういうところ考えていくと、やっぱね、結構いい落としどころっていうのがキルカウンターなんですよね、今のところ。まあキルカウンターをいろいろその貯めていって、例えばその3000キル貯まったら、そのキルカウンター専用のまあマントとか、まあ頭の飾りとか、まあその専用の重機スキンとか別で手に入るとか、そういうのがあったら。お、あの人、あの装備持ってるやん。ってことは、あの重機スキン、ね、3000キロまで行ったんだ、みたいな。やばいねっていう。すごいねっていうよりは、もうやばいねっていう評価になると思うんですが。でもやっぱ、お、ちょっとなんか、おってなる感じになると思うんですよね。現状のコア行動では多分そっちの方が大事なのかなっていうふうに思います。まあ、それで、その、どうしても課金させたいんだったら、まあ、課金装備、重課金装備にそういうね、あの、ハードルを用意するっていう。まあ、今のところコア行動で、その、おってなる感じにさせたいんだったら、それが一番いい落としどころなんかなっていうふうに思いますね。現状はその、どんなスキンを人に見せたところで、まあ、あるもんねってぐらいの評価になっちゃうと思うんで、おー、すごいそれ持ってるのってのはないってのはね、それはステータスとして見た目が変わってるのに、ステータスが変わらないってのは全然なんかね、面白みがないというか、そのスキンをゲットする楽しみってのがないからですね。まあ、コアコードはそういうなんかね、まあ、スキンに対する良さってのが失われてしまっていますから、そういうのがね、なんかね、あるとね、いいのかなっていう風に。思うんですが、そういう設計はあんま考えてないんですよね。やっぱスキンをゲットするね、楽しみっていうのが失われてしまっているから、まあ課金欲っても下がっているんで、だからその見せる場所を作った方がいいよねっていう話を僕もよくしますし、見せる場所で一番いいって考えると通常なんで、まあ、通常を充実させるべきだよねと思うし、そういうなんか見せるだけの理由ってのも今言ったように作るべきやと思うし、そこがないとまずゲームに熱中するとか、あとはそのゲームをやり込むっていうところに行き着かないと思うんで、そこに行き着かんかったら結局課金せんし、その逆を言ってるから結局まあこのゲームってのは衰退を続けているしっていうね、全ては繋がっているんですよ結局。まああとそういうなんかね、まあコンプボーナス的なものを用意するんだったら、称号とアイコン枠はマジ意味ないっすよ。最近連発してますけれど、基本的に人のさ、アイコン枠見ますね、見らんくない？ね、見ないものをいくら揃えたところで変わらんもんな。称号とか見ます？見らんでしょ。
邪魔だなとしか思わん。ね、みんな多分、ただの字としか持ってないよ、称号のこと。その二つはさ、家陰意味ないって気づこう。で、次ですね。なんでみんなマクラーレンが欲しいんだと、あんま強くないし、と。まあ、思い出補正じゃないですか。昔強かったからっていう。まあ、使いやすい車ではあるけれど、まあ、速さで言うと、目立って速いわけではないからね、もう。だいぶ弱体化されて。ね。まあ、思い出補正強いと思いますよ。で、次ですね。そもそもガチャに関しては演出皆無やし、演出があったところで、確定演出ないと金箔が出ないっていう仕様が終わってる気がしますね、と。まあ、今回さ、コラボレーションのガチャ、演出ないよね。うん。まあ、スキンとかも使い回しやしさ。まあ、コラボで手抜き出したら、いよいよなんか終わりなんだろうなっていう。ね、本格的にそう思いません、皆さん。あ、ここ手抜くんだったらもう終わりやな、みたいな。うん。抜き出したらさ、いや、そろそろ終了だなっていう風に、ほんと感じますよね。はい。